はい、では始まりました。モーリア VS ソアのゼロスーツ対ピカチュウですね。そうですね。このね、マッチアップはたまにじゃなくて本当にプロフェッショナルプレイヤーがやるとタイムアップになる可能性もある。そうなんですか。お互い防御力がすごい強いから。まあ確かに、ただまあその熟練度としては本当にピカチュウの方が、てかモリアがずっとピカチュウ使ってたから、そこを、考えると全然、やっぱり違うね。もしかすると、まあ、タイムアップ前には切り上げられるかもしれない。そうね、特にモリアのピカチュウは結構攻めっ気のあるピカチュウだから、でリンゼロサムはまあ強いんだけど防御力がねやっぱり、高いっていう部分で、どうそのソアがうまくいけるかっていうのが重要なところね。しかし今はまあどっちかっていうと、まあどうやらピカチュウが優勢ですね。そうね、ここでどうするかだよね。ピカチュウこの 105% になると殺すパーセントじゃないんですよ。このパーセントってスマッシュ狙うか合流した B を狙うって言ってたら倒しちゃったよ。ここで一発ね。この撃墜は大きい、マジ大きい。そうですね、こっからいっと精神的にも、精神的にやばいけど、あ、やばいんじゃないですか。あとやばいんじゃないですか。空中の連技、これね、空母が、このピカチュウの空母が非常に強いと。そうですね。でこの空母があった後にピカチュウがなんとね、こっち向いてパッてこっち向いて可愛く口を開いてるんですよ、実は。しかし全然可愛くない、まあね、空母食らってる本には可愛くないんだけどよく見るとマジで空母でね、あのピカチュウの空母食らった時、空母の後ピカチュウの動き見てみ、ほらパッ、ほらこっち見た。これね、これねマジね可愛いポイントです。そうですね、サムスにとってはまあふざけんななんだけどさて、まあまあまあとりあえず1ストックを取ったから、まあ防御力が高いので。うっそマジで、おお、いいねいいね、なるほどなるほど。今の分かった？分かりませんでした。今ね、あのあとゼロサムがソウがもしあの前転で受け身取ってたら死ぬんだよ、だからそれを読んだ下火だった。だからあれはもう読み合いを取った。すごいモリアのね、攻撃の選択肢がどんどん増えてる。すごいよモリア、今までずっと初心者からずっとやってきて、もうこんな、おお、これは痛い、これは痛いよね。なんという読み合いの、まあ、読み合いもあるんだけど、ピカチュウはあれリスクないんだよ。ああ、そうですね、そのだから、まあ、スマッシュが特に、そう遠いし、そうそうそう、全然、とりあえず打ってみましたって打ってみましたピカーみたいな、なんかそんなレベルなので、ああやばいやばいやばい。お、ここはウェビーが、お、倒れる。これはね、まあソアもうまかったけど、ピカチュウのモリアがちょっと焦りすぎたね。そうですね。でも 62% でしょ、75% でしょ。これを150ぐらいにすればもう DA でも死ぬし投げでも死ぬ状態になるから、ピカチュウ100% はまだあるんですね。ただね、ダメージなんてすぐピカチュウ稼いじゃうよ、これいくでしょ。あ、一回待ってからの、嘘空炎で、あー空炎ね。はい、1-0 でモリア第一戦の勝利となりました。セルジオ、After you and the password, you the Spanish the commentator. So today's Chinese. Password is no. It's Huizu. Ah, Huizu. Yeah. Sorry. Sure. He's him as well. Does anyone speak French? Ah, sorry. I'll do it by myself. There we go. I think Beijing's only multi language commentator. So Japanese, Chinese, English are done. So just a cement. No one has any idea what's going on. We don't. And the Beijing smash. Yeah, because fast forward Japanese so well. Oh, thank you. じゃあ行きましょう。とりあえず 1-0 でスモールバトルフィールドですね。挑戦状。これ選んだのは、このステージはどう思いますか。ソアが選んだってことは、多分ソアは早く倒したいんだよね、ピカチュウ。ちっちゃいから小さいステージですね。そう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 。ただね、ピカチュウを倒せない理由って別にそのパーセンテージとかそういう問題じゃなくて、
単純にピカチュウが小さい。いや単純かどうかがそうそう当たんないんだよ小さいから体が。だから全然当たんないのよ。だから相手にするとそう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 。だから別にこれ小戦場にしたからといって別にそのそんなに変わらないっていうか。そしてまた空港でそうまたうまい。今のうまい空前入れて空へのキャンセルのスマッシュ、これはマジうまい。あれはもうしょうがない、完全に騙されてたね。うおい、それで湧き上がりするピカチュウは、そうなんでここほらこれこれなく頑張ってるんだけどね。なくは立ち回り状況にもは戻れてるんですかね。でいやピカチュウ強いですからね。てかね、そうとしてそうはもう早くピカチュウは確かにまあどんな状況でも全然不利とはならない。そうですね、この状況だと。ああやばい、さあうまいな、今のはうまい。それは確かに。でここからソウは多分倒したいんだけど、結局空炎をしようとしても当たんない、空前も当たんない。だから横 B か、下 B かニュートラル B で NB でまあ動きを止めて、で最後上 B で倒したい。それが一番です。そうなんだけど当たんないのよ。どうやって当てるのか分かんないもん。嘘、あストックタイミーストックの、まあ、なんだけど、まあ、86% だからまだ死なないですけど106はやばい。106はやばい、ね、ちょっとだけフルになりそうになりました。そんなに DA、そんなに DA、 DA、 DA 多いなここからうまい、ここに欲前が入ってからの宇宙でのあれ戻ってくるよ。するとピカチュウ悔しい。任天堂最強 IP そりゃそうだよね。そうですね、これは反論できません。うわー DA これはきつい。いやー任天堂最強 IP vs メトロイドはやっぱきついよな。メトロイドもいい IP だけど、ステージ中に中に戻って国が両側ともフリーともユリとも言えない。うまい、おう、うわなんだ今の入っちゃった、入っちゃいましたね。これでまたこれでわかんない、イーブンゲームになりました、ね、イーブンゲームになるかもしれない。これはそうはもうここは倒しときたいんだけど、この流れをうまい、あちょっとちょっとね、モリアも焦ってきた。ちょっとずつパーセントあのかけて、おー惜しいゲット。おーこのねピカチュウのこの空上、うん、これが強いのよ実は。これも強いんだけど、ね、空上が強いのよ実は、うん、ピカチュウちゃんの、うん、あやースマッシュレッツもう夏だばーめっちゃ上手いもんじゃん。